はい、で鈴木さん、12月29日、はい、ネイキッドロクト大晦日ですね、はい、いや若者よ反骨のロックライター、ね、竹中朗に学べ、自由な人、愚かな人、この前誰かを竹中朗に影響受けたって書いてたの、はい、結構ライターってほとんどそうね、はい、私もやっぱり読んでない人はいないよね、はい、いや僕もやっぱり竹中朗に影響を受けて、ようやくルポルタージュコミカルが読まれて出してまして、鈴木さんもやっぱり竹中朗に影響を受けたということで、そうですね、まあ、今回はさらにもう一人、竹中朗に影響を受けた男、武田佐哲さんもお招きして、ね、何を話しますよね。いや竹中朗ついでるのは俺だと3人で自己主張するじゃないですか、はい、一番ついでるのは誰かと、そうそうそう、うん、せっかくですからこれからライターになりたい若者もたくさん来てもらうと、そうですね、どんな若者に来てもらうといいですかね。自己表現したい人、はい、じゃあまあ表現したい人はもうみんなこのイベントに来ていただいて、ぜひみんなで語り合って、そうですね、2016年はね、新しい作品作る、最近随分本が注目されてるじゃない、これを重信作に、はい、絶賛されてるし、はい、読書新聞で対談してるし、ありがとうございます、すごいね、鈴木さんにもコミットの方が多いんで、デビュー作でこれだけ取り上げられるっていうのはないじゃない、普通そう思います、他の人たちいないよ、はい、大したもんだ、はい、頑張ってください。じゃあ29日はぜひ鈴木さんとも一緒に話しますけど、じゃあ皆さん12月29日はネイキッドロクト13時からでございます。お越しください。